さんこんにちは、流れ智美です。カリビアンプロレス、この間には全部で8試合、珍しいフィルムがたくさん入ってます。まず第1試合、ストリートファイトバトルロイヤルからご覧いただきましょう。このストリートファイトバトルロイヤルというのは文字通り、リング上で何をやってもいい、狂気もあり反則ありのストリートファイトの形式で、15人の選手が、最後までエリミネーションを続けていくわけですけども、トップロープから落ちるとか、あるいは、カウント3を取るとか、そういった制約は全くないという、まあ、いかにもプエルトリコらしい試合形式ではあります。参加選手の方ですが、真ん中にいるのが、ブルーザーブロディ、あるいは緑色のコスチュームがビッグレッド、リング下に、イゴール・ボディック、マイティ・イゴール、あるいはミスター・ポーゴ、右側の赤い E シャツがヘラクレス・アヤラ、その他にも今映っている覆面はおそらくブラック・テラーだと思いますが、その他に、ボブ・ヘッファーランという名前で暴れていた、UFO ボブ・ダラセーラ、あるいはカール・スタイナー、そういったところでしょうかね。あとは、インベーダーズの覆面が 1,2 オセ・ゴンザレスのインベーダーはいないようですが、インベーダーズの2号3号、そういったところかな。あとはちょっと判別がつかない選手もいるんですが、モップを使って、レイキャンディーを殴っているのがイゴール・ボディック、今ブロディが映りましたね。ビッグレッド、懐かしいですね。このビッグレッド、ブッチャーの子分で随分全日本プロレスにも来ました、ビッグレッド。ブルーザー・ブロディが今首を絞めているのはザンブイ・エクスプレスのレイキャンディだと思います。ストリートファイトバトルロイヤルということで、モップを持ち込んでも OK なわけですね。アル・ペレスの顔も見えますね。もう何でもあり。この右側はリッキー・フユキ、フユキでしょう、フユキ・ヒロミチだと思います。フユキですね、白装束を着て、今の拍手のような、拍手新崎人生のようなコスチュームをしているのがリッキー・フユキですね。ですから85年のフィルムだと思うんですね。このプエルトリコを主戦場にしていた選手が登場していると、大体何年頃のフィルムかっていうのがすぐに分かりますね。あとは誰がいますか、ちょっと分かりません。この手のストリートファイトバトルロイヤルっていうのは、あの FMW の初期の頃、あるいはウィングでも何回かやりましたが、あまりにもルールが明確化してないということで、日本のマットでは定着しないスタイルでした。まあ、バトルロイヤルと言いますと、全日本プロレスで未だにお正月の元日2日目、あるいは3日目、三が日の興行の中には欠かせない試合形式なんですけれども、やはり15人から20人の選手で登場してきて、ギブアップないしは3カウントで徐々に人数が減っていくという伝統的なスタイル、これはどうしてもバトルロイヤルというのが日本のファンの中にも頭にイメージとしてありますから、これを崩すのは大変なことで、後に国際プロレスが AWA スタイルのバトルロイヤルと言いまして、トップロープから転落した選手がだんだん、除去されていくという、そういったシステムを取り入れましたが、これが不評で、結果的にはやはりバトルロイヤルというのは非常にトラディショナルな全日本プロレススタイルのバトルロイヤルしか生き残っていないような気がいたします。このストリートファイトバトルロイヤルの、まあ、見どころは単にそのリング内に狂気を
持ち込むのが OK だというところだけで、ただ逆にモップが出る、椅子が出る、机が出る、なんかこのその辺がちょっと雑然とした印象を与えましてね、かえってやはり日本のファンにとってはすっきりしない印象だけが残ってしまうんじゃないかと、なんかそんな気がいたしますね。なかなかこのスタイルだとエリミネートされていく選手がいないわけですね。この狂気一発で場外に落ちてしまう選手であるとか、エスケープする選手というのがいないわけですから、かなりこれは長丁場のバトルロイヤルになるというのは明らかですね。これが果たしてメインイベントかどうかというのが、ちょっとこの試合を見る限りでは判別がつかないんですが、おそらくこれは前座とメインの中間あたりに持ってきたカードなんじゃないかなという気もいたします。やはりファンの目はブルーザーブロディ、あるいはビッグレッド、そういった体の大きな選手に目が行きますね。左側がリップモーガンですね。これはクラッシャーというリングネームで暴れていました。リップモーガンとビッグレッドが手前で暴れていますが、これはインベーダーですね。向こう側にはカスティーロジュニアと、これはボブ・ヘッファーなんですか、マイティーゴールも目立ってますね。イゴール・ボディックが今金属製のなんかお盆のようなもので、やはり人数が少しずつ減っていかないとなんとなくすっきりしませんよね。これはヘラクレス・アヤラがブーザー・ブロディをぶん殴っているシーンですね。あ、これで一人落ちましたね。マイティーゴールが今失格ですというアナウンスがありました。やはり場外にトップロープでなくても場外に落ちた選手は試合を放棄したとみなされて失格になります。イゴールが失格の第1号ですね。そろそろ冬木が狙われる感じ。手前でリップモーガンに攻められているのが冬木、白い装束の冬木。あ、これは誰でしょう、インベーダーズの2号か3号、失格ですね。手前に冬木がいますね。ポーゴは残ってます。ミスターポーゴは残っております。ミスターポーゴが殴っているのはカスティーロジュニアでしょうか。冬木と揉み合っているのがボブ・ヘッファーなん、ボブ・ダラセーラでしょうかね。ブルーザー・ブロディはやはりこの頃は、ベビーフェイスだったんでしょうね。まあ、ブルーザー・ブロディの場合は、プエルトリコのマットでベビーフェイスとヒールとこう周期的に変わっていきまして、カルロス・コローンと戦っていた頃はヒールですが、それ以外の時期は、ブッチャーを相手にするとか、あるいは、ヘッファーランとスタイナーのハゲ頭コンビを相手にしたり、そういう時はベビーフェイスで、ベビーフェイスの時期が8割だったんじゃないかなという気がします。ドリー・ファンクジュニアとテリー・ファンクが、プエルトリコに殴り込んできた時もブルーザー・ブロディはベビーフェイスとして彼らを迎撃すると、こういう図式でした。この辺試合が硬直します。バトルロイヤルですとやはりこの辺で次々と退場者が出ないと、なんとなくバトルの感じが出ないわけですよね。今誰か覆面選手が脱落しましたね。誰でしょう、これはインベーダーズかメディコスか、インベーダーズですね。インベーダーズ、ただこの中にはホセ・ゴンザレスはいません。ブルーザーブロディを刺し殺したホセ・ゴンザレスはいないようですね。ブルーザーブロディとホセ・ゴンザレスの間でも述べましたが、やはり
こういった試合にブルーザー・ブロディが起用されるということは、ブロディのプライドの高さから言うと非常に納得のいかない起用だったんじゃないかと思うんですが、この辺にブッカーの地位にあったホセ・ゴンザレスが自分が出ないでブロディを出すと、そういった点なんかも後の殺人事件につながっていく僕は原因だと思うんですね。やはりブッカーという地位を得てしまうと、もともともう前座の第一試合から叩き上げてきたホセ・ゴンザレスあたりはその地位を徹底的に利用しようとする、そういう権力を一旦握ってしまうと、もうアメリカから来ているレスラーを顎で使っちゃうような、そういった態度に出ていたんじゃないかと、そういうところにブルーザー・ブロディは怒りを感じて必要以上に逆らったり、あるいはリング上でリンチに近い行為をしたり、そういった行為に及んだんじゃないかと、まあいろんなレスラーはそういう意見を言いますね。ボブ・ヘッファーなんとカール・シュタイナーが脱落して、続々とこの辺で脱落者が出ます。冬木と皇后はまだ残ってますね。ブロディも残ってます。ビッグレッド、ヘラクレス、アヤラ、あ、この辺で冬木が転落しました。冬木を転落させたのはポーゴです。日本人同士で脱落者を出しました。さあビッグレッドを落としました。ポーゴ大活躍、ポーゴあたりがこれ優勝戦線に絡んでくるでしょうか。ブロディに捕まりました。ポーゴ体の小さな覆面は多分インベーダーの3号だと思いますね。インベーダーの3号だと思いますね。ヘラクレス・アヤラとペレス・ジュニア、ブロディ、ポーゴ、だんだん絞られてきましたね。おっとブロディキック、強烈、あ、これでポーゴは転落で失格です。ブロディと揉み合ったのは得策ではありませんでしたね。さあ限られてきました。こうなるとブロディでしょうかね。リップモーガンもしぶとく残ってます。アヤラとブロディ、そしてペレスジュニア、ナックルパンチ、おっとこれはすごい。この頃はもう、あ、アヤラは絶対的なヒールだったんでしょうか。これは誰でしょうか。アルペレスでしょうか。アルペレスでしょうかね。リップモーガン、ヘラクレス・アヤラ、ブロディ、アルペレス、そういったところが生き残ってますね。こういうメンツになりますと、これはもう昔、一人これでアルペレスが失格しましたね。さあ誰が残りますか。昔バトルロイヤルって言いますと、アンドレ・ザ・ジャイアントが全米のバトルロイヤルに出ていきまして、アンドレが優勝するか、あるいはアンドレが誰にエリミネートされるかというところが見どころだったんですが、やはりそういった存在が一人いるといないとではバトルロイヤルの興味が全然違います。このバトルでその役目を果たしているのはブルーザー・ブロディですね。ブロディがいつ消されるか、果たしてブロディが優勝するかと、その一点ですね。やはりこの見どころと言いますとね、6人ですか、残ってるのは6人ですね。非常に長いバトルロイヤルですね。もう試合15分近く経過してますが、それでまだ6人残ってます。これ全日本プロレスのお正月のバトルロイヤルでは考えられません。リップモーガンとミニュエル・ペレス、あっとこれはペレスがリップモーガンに落とされそうになっているんですね。
この小さいインベーダー本当によく頑張ってますね。この人は確かですね、日本には来たことがないんですが、ファーストネームを忘れましたが、ロペスという選手だったと思います。バトルロイヤルがこうやって興行の目玉になるというのも、昔は随分各地で、サンフランシスコをはじめとして各地であったんですが、今やこのバトルというのはかなり廃れている試合形式だというのも明らかですね。今やバトルロイヤルをやっているのは極端な話、ここでブロディが脱落します。うまい、今あの足をフックしまして、ヘラクレス・アイラがうまくブロディを消しました。さあインベーダーズ、あっとこうしますと、もうブロディが消えますと、アヤラとミグエル・ペレスの、あるいはリップ・モーガン、この辺が優勝候補でしょう。ここで同体でインベーダーズとティッキースターですかね、ここで消されます。これは同体、そして残ったのがペレス、アヤラ、リップ・モーガンの3人ですか。ベビーフェイスのペレスがヒールの2人を迎え撃たなければならないという図式になりましたが、ここで自爆を誘います。ペレス、アヤラにナックルパンチを、しかしモーガンにも返す刀でのパンチ、なかなか頑張っておりますね。急所打ち、ここで急所打ち、長いバトルロイヤルです。ここでラリアット、ちょっとラリアットの同士打ちでリップモーガンがあわや転落でしたが、まだここでドロップキック、これで転落です。そして残るは2人、決勝はうまい、ヘラクレス・アイラの優勝です。意外な伏兵でした、ヘラクレス・アイラが優勝しました。意外な結末でしたね。さてこの間の最後の試合は、これはコーカードです。不沈艦スタン・ハンセンとカルロス・クローンの WWC ユニバーサルヘビー級選手権をかけた戦いです。カルロス・クローンが早くもヘッドバット、スタン・ハンセンの鼻っ柱にヘッドバットでスタートします。ワールドレスリングカウンセル認定のユニバーサルヘビー級選手権、これはいいマッチメイクですね。ブルーロープで殴りかかります。この試合の時代背景を言っておきますと、86年、スタン・ハンセンが85年の暮れにリック・マーテルに逆エビ固めで AWA チャンピオンになりまして、翌年86年の夏まで AWA の世界チャンピオンのまま防衛戦を続けるんですが、会長のスタンレー・ブラックバーン、あるいはバーン・ガニアとの揉め事がありまして、王座を返上してしまいます。そして AWA 県内に嫌気をさしたスタン・ハンセンが新しく戦いの場をプエルトリコに求めてきたと、そういう時代背景ですね。時代的に言いますと、全日本プロレスとプエルトリコが提携していた、横綱から転向した輪島が86年にデビュー直後にプエルトリコのリングに上がっていたことがありますが、その辺の時代です。したがってカルロス・コローンとジャイアント馬場選手、ブッカーとしてのジャイアント馬場選手が蜜月時代にあった時代のフィルムで、スタン・ハンセンが AWA からこのカルロス・コローンのキャピタルプロモーションに移籍を移したという背景には、おそらくジャイアント馬場の力添えがあったものと思いますね。86年の秋のフィルムですね。ブルーザー・ブロディが最初プエルトリコに上がった頃はヒールで上がって、そして死ぬ1年ほど前ぐらいからベビーフェイスに変身していきましたが、ハンセンの場合はもう常にプエルトリコではヒールです。スタン・ハンセンが
プエルトリコのリングでベビーフェイスだったという試しはありません。その辺がハンセンとブロディの大きな違いだと思います。このビデオシリーズでも何度かハンセン、ブロディの2人が出てきますが、スタン・ハンセンは終始ヒールを守り続けます。早くもヘッドバット攻撃で額が大きく割れます、スタン・ハンセン。スタン・ハンセンのフィルムというのは、体重が上下してますんで、だいたい見た瞬間にだいたいいつ頃の試合かっていうのは判別がつきやすいんですが、この86年頃のハンセンというのが体重的には一番あったんじゃないかと思います。140キロから150キロの間はあったでしょう。この試合の頃のハンセンというのが一番体重的には重い、ちょっと重すぎる感じがしますね。ですからスタン・ハンセンがよく全日本プロレスのリングでドロップキックをやるような時代がありましたが、これはもうちょっと後の話で、この体重ではさすがの不沈艦スタン・ハンセンもドロップキックはできなかった、そういう時代でしょう。AWA が、ハンセンに貸した、工業防衛戦の日程というのは非常に酷なものがありまして、ミネアポリスから翌日にデンバーに回れとか、やれそれが終わったらウィニペグにその夜のうちに帰ってこい、非常にハンセンに対して AWA は嫌がらせをしました。それがバーン・ガニアとスタンレー・ブラックバーンの2人の、さあここでラリアットが出ます。あ、これ自爆鉄柱に、そういう嫌がらせに怒ったハンセンが、こんなベルトはいらないと言って特大の AWA チャンピオンベルトを叩き返し、そしてバンガニアとスタンレー・ブラックバーンが締めたという感じで、そのベルトをニック・ボックウィンクに返していくんですが、この辺で AWA というのは限界が見えた感じがします。ビッグ・マーテル、そしてこのスタン・ハンセン、このぐらいまでが AWA の歴史の最後だったと思います。後にラリー・ズビスコが、バーンガニアの娘婿のラリー・ズビスコがチャンピオンになって、日本でマサ・斎藤相手に防衛戦をしたことがありますが、正直申し上げますと、このスタン・ハンセンあたりが最後の AWA 世界ヘビー級チャンピオンらしいチャンピオンだったんじゃないかなという気がいたします。一方、このリング上のカルロス・コロンは82年にサンファンのこのリングでリック・フレアを相手に、ここでまた側転のパフォーマンスですね。リック・フレアを相手にワールドレスリングカウンセル、新設のワールドレスリングカウンセル WWC のユニバーサルヘビー級選手権というタイトルをフレアと争いまして、これを金網デスマッチで KO してチャンピオンになって、これが丸3年ぐらい経過した試合時期ですね。日本におけるインターナショナル選手権と、あ、ここで狂気をサポーターに入れて、おっと、ラリアット、ここでラリアット、これで決まったでしょう。いや、カウント2でフィデル・カステロ、コミッショナーのフィデル・カステロですね。71年に日本プロレスに来たカステロがストップして反則負けだと狂気を入れるところを見ていたコミッショナーのフィデル・カステロが、カルロス・コロン手を挙げますが、これに勝ったハンセンがカステロを蹴り落とします。元レスラーですから、ここでパイルドライバーでトドを刺すハンセン、カステロは元レスラーですから、大事には至らないでしょうが、そのカステロにラリアットが、倒れてる体勢のカステロにわーっと突き上げるようなラリアット、これはたまりません。これはたまらない。この辺の暴走がハンセンらしいところです。ここでウィーが出ます。ヒールを徹底してやってるスタン・ハンセンですね。ハンセンらしい試合だったと思います。なおも襲いかかりますスタン・ハンセン。